はい、このねコンソールボックスね、このハイエースのやつちょっとエブリィの方にね設置していこうかと思ってるんですけれども、ちょっとサイズ的に厳しいんですよね。ちょっと反対からかな。前回このねアクセサリーをつけて、ここにこうちょっとフットライトがついてるんですけど、これも外さなきゃダメみたいな感じですかね。はい、ちょっとここ当たっちゃいますよね。当たっちゃってこっちから入れるのがダメなのか、ちょっとここ浮いてるのでちょっとギリダメですね。反対側からこっちから行ってもちょっと厳しい。あれ、これどういうことでしょう。入らないですね。やっぱここ入れてる間にここ傷になっちゃってますからね。ここねちょっとこう、やっぱこれ邪魔ですね。もう今更ちょっと外す、このマットも邪魔かもしれないですね。このもともとついてたこのマット、どうしよう、これつかない。まあ最悪ハイエースにつけるっていう、これだけまたげるので、またいじゃえば問題がないと。一回これバラしてみましょうかね。はい、このちょっとバラしてみてね。あ、バラしてみれば、あ、入るかも。あ、入んない。バラしても入らないですね、これね。スペース的には入りそうな雰囲気なんですけどね。またいじゃえば。あれ、入んないですね、これね。あ、ちょっとこれ厳しいですね。ちょっと厳しい。結構汗かいてきましたね。スペース的には入りそうなんですけどね。どうなんだろう。あ、確かにこのアクセサリーとこのコンソールボックスをつけてる人は見たことないかも。で、あとこの下の絨毯ね。この下の絨毯がダメなのかもしれないですね。これもちょっと外しておきましょうかね。ちょっとこの USB も外して。入りそうなんですけどね、なんか。あ、入ったかな。あ、入ったかも。なんとか入りましたね、これね。え、これ結構大変だったんですけどね。あ、で、一応 USB も刺さるような形ですね。まあゴミ箱用にみたいな感じですね。あ、もうこれ下に絨毯があるのでね、あの安定感は抜群かもしれないですけど、ここまで引っ張ってくればいいかもしれないですね。で、あと付属のねパッキンみたいなやつ、あのスポンジがあったので、それをうまく挟んでいければいいと思うんですけどね。あ、こんな形で設置の方ができましたね。はい、どうですかね。はい、結論、このアクセサリーをつけて、で、絨毯もそのままだと、これはバラさなきゃつかないっていうことも分かりましたね。まあ、とりあえず無事ついたので、よかったと思います。はい、今ね、設置してみてエンジンかけてみました。一応照明がこんな形でね、つくんですけどね、夜になるとどうなんでしょうかね。
とりあえずはこんな形で行ってみようかなと思います。でまあスペース的にもそんなね狭く感じないので邪魔にならないですけどね。はい、あとまあちょっとこういうところがどうなんですかね、こうガタガタしそうなのでちょっとこう様子見ながらね、一応つけてから入れるときは大変だったんですけどね、つけてからこれだけのこう前後しますね。なのでちょっとうまく固定できればいいんですけどね。はい、このだからマットね、元々のやつあの多分オプションでつけたと思うんですけど、そのマットとこのねアクセサリーあったのですんなりとね入りませんでしたけど、一回これ蓋をこのねカバーをね外してバラすことによって入りましたね。とにかくここまたいじゃいさえすればなんとかなるのかなと思います。はい、こんな形です。